お元気様です。久留米寺手術の平です。本日はですね、古文の古文違う古典ですね、古文漢文古典の難関レベル、超難関レベルの参考書ルートに関して、お伝えしたいと思います。はい、ということでですね、あの背景は学びエイドの、国語の先生で一番新しく参加された女性の先生ですかね。ちょっと名前切れてますけど、名字が変わられてあるから多分結婚されたんじゃないかな。はい、結構若い感じの先生でしたけどですね。はい、ヨゼミから、こちらに移ってきたんですかね。ということで、まあそうですね、まあ、やっぱり古文漢文となると、まあ漢文はいいとしても古文に関しては結構やっぱりみんな苦労するんですよね。で、やはりそのまあ、学びエイドで、古文の和田淳先生ですね。和田淳一先生、が、うちでは一番人気です。うん、だから学びエイド全体では数学の、ね、先生が一番人気だよってな感じで、この前ちょっと説明したんですけど、うちの校舎だけで限ってみるとですね、まあ、正直言って和田先生が古文で一番人気なんですよ。はい、ということなんですけれども、正直言ってですね、和田先生分量多すぎるんですよね。だからまあ和田先生ルートで行くんであれば、ちょっともう私立文系に結構限られるかなと。だから私ももうちょっと和田先生の授業を研究して、和田先生の授業をこの辺くらいまでに抑えて、国立の古文、まあ、東大京大の古文とかいうような感じで指導しないといけないのかなというふうには思ってるんですけどですね。はい、ということで、まあそこら辺ですね、まあ、いろいろその難関、超難関レベルがですね、どうしてもちょっと学びエイドの場合には答申みたいに多くはないです。答申はどっちかというとボリュームゾーンがちょっと少ないかなという感じなんですよね。だから最近ちょっとそういうふうにこう出口先生とか、関先生でしたっけ、国語とかは、まあ、バンバントップレベルのそのトップレベルの授業が多すぎるということで、そっち切ってどっちかちょっとボリュームゾーンを多分増やしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあそれが正解だろうと思うんですけどね。あんまりにもですね、東進の場合トップレベルの先生を固めすぎてるようなところがあるもんだからですね。はい、そしたら東大とか行く子はいいですよ。東大とか受験する子にとってはいいかもしれないけど、まあ東進といえば一番日本で、高校生抱えてますからですね、まあ、そういう子たちに合わせるんだったらやっぱり一般向けじゃないといかんだろうなとは思うんですが、まあまあいいですそこら辺はですね。はい、ということで今日の参考書ルート行ってみましょう。国語編です。はい、ということで、古典ですね、2018年に、学びエイドと提携しているらしくさんの方から3年前に、まあ、こんな感じでやってみてくださいということでですね、受験コンパスという形で、提供されて、私もちょっと1年間受験コンパスというのを使ってみました。うん、だけどちょっと私としてはやっぱりある程度ベテラン組は、まあ、そこまでやらんでいいかなという感じがするんですよね。はい、ただこれ結構参考書ルートは参考になったので、紹介していきましょうね。はい、ということで、まずは古文からいきますが、古文単語からいきますが、2つあります。覚え方別攻略の古文単語340というやつとですね、ビジュアル使いの古文単語ということで、まあ、非常にですね、340の方は単語の分類ごとにこううまく分けてくれているのが特徴なので、まあ、そういうのを覚えやすくしてあります。で、まあ、ビジュアル使いの方はそう、ビジュアル使いって書いてるだけあって、その視覚的に覚えさせると。いうような、そういうその右脳系で覚えるというですね、見て覚えるというようなタイプの生徒向けだなというような感じがします。はい、でですね、まあ、個人的にはですね、もう古文単語は荻野先生の古文230でいいんじゃないかと。あんまりですね、300とか400とかですね、ましてや500何本とか、あんなめちゃくちゃ覚える必要性ないわけですよ。うん、だから国語力があれば、そんだけ覚える数が少なくてもいいわけなので、そんなに覚えなくていいですよと。で、私がお勧めしているのは、絶版になってますけどね、すでにもう絶版になってますが、猫単っていう、猫で語呂合わせっていう、なかなか面白い単語集が昔はありました。はい、ということで、古文文法の方に入っていきます。
古文文法ですけど、まあ、やっぱりさっきも言いましたマドンナ古文ですね、荻野綾子先生のやつがやっぱり有名で、まあ、これ絶対必要ですね。マドンナ古文パワーアップ版参考書ということですけど、まあ、国語力のある生徒であればこれはいけると思います。だから荻野綾子先生すごくですね国語力を要求してくる方なので、国語力がないとちょっときついかなというところがありますので、まあ、一応ですね古文文法のまあ、問題集としてですね、基礎からジャンプアップノート、古典文法演習ドリルっていうのがありますから、まあ、こいつをちゃんとやってもらった方がいいと思いますね。はい、ということで古典文法、古典古文文法古文単語ということで、あとは読解です。残っている読解は問題集で、まあ、一応一番難しいやつからいきます。一番難しい古文読解の問題集が最強の古文ですね。これがおすすめということで、総計上智や宮廷大のトップ校を狙っている生徒で、もうとにかく古文が得意で得意でしょうがないという生徒はこれをやった方がいいでしょうというですね。しかしそこまで古文が得意じゃないということであれば、まあそのルートとしては最強古文に入る前に入試推薦問題集8というやつですね、改訂版古文ということで、まあ、総計上智や宮廷大ならここまではやってほしいよなというところですね。ここまでやっておけば、まあ、大体カバーできるんじゃないかなというところではあります。はい、ということでオプションとしてですね、現時で分かる古文上古典常識パワーアップ版とかですね、古典文法のハンドブックですね、それから漫画で分かる源氏物語とかいうふうなあたりが一つにはおすすめですよということで、まあ、以上古文になります。まあ、他にもあるんですけれど、まあ、特にですね、そのよく世間一般で言われているゴロゴですね、あれはちょっと覚える量が多すぎるので、さっき言ってたその学びエイトの和田先生と一緒でですね、ちょっと多すぎるっていうのがあるんですよ。だから結構みんな進めますけれど、正直言ってですね、学校とかでゴロゴとか入れてる学校なんかもあるんですけど、やめたがいいと私は思います。多すぎます、ちょっとですね、あれは。はい。ということで漢文の方に入っていきますが、漢文の句法とか知識問題、知識に関してですが、まず参考書としてですね、まあ、皆さん有名な漢文早覚え即答法ですね、パワーアップ版ということで、うちの生徒たちは卒業したら卒業すると参考書や問題集を、ね、うちに寄付してくれるんですが、この漢文早覚え即答法というのはもう大量に山積みになっております。はい、ということで、まずですね、それがあるんですが、辞書代わりのオプションとしてですね、句法とか知識で、文脈で学ぶ漢文、句型とキーワードというやつがあります。それから、まあ、あくまでオプションなので、まあ、全部やらなくてもいいですよ。ハンドブック、古文・漢文の要点整理改訂版というやつですね。はい、ということで、漢文読解の問題集に入ります。漢文読解の問題集としては、まず難関大突破新、漢文問題集というのが一番難関レベルです。もう最高レベルまで対応しているのがこの漢文の問題集ですね。でそこはちょっと式欄とかですね、あるいはまあ総計上智宮廷大のトップレベルなんてそんなところまで受けませんよと、ね、一般的な総計上智や宮廷大の一般的なレベルのところだけ受けますという人であれば、入試推薦問題集、改訂ないんですね、9番目改訂版の漢文ってやつをやってもらったら、まあ、それでいいかなということで、まあ、そこから上に上がっていくという感じのルートでもいいと思います。はい、以上です。でですね、まあ、ちょっとかなり今日はすっ飛ばしましたけれども、なんだろうな、古文のオプションか、一応漢文でおすすめしたかなと思いますが、まあ古文に関してもですね、古文のオプションに関してもこのハンドブック、古文漢文の要点整理っていうのは一つ大事かなというふうに思います。はい、まあこれ古文のところでは紹介しませんでしたですね、漢文のところで紹介してますが、はい、これですね、古文の方のオプションでも使えますので、そのつもりでやってみてください。それからあとは
前回の現代文の時にも紹介しましたが、スピード攻略10日間、国語の文学史というやつがありますのでですね、これもオプションでやっとった方がいいでしょう。古文に関してですよ。はい。それと、新国語便覧ですね、ビジュアル資料というやつが前回も紹介しましたが、これも古文とかの、まあ、漢文でも使いますかね、これは。はい、国語便覧であれば古文も漢文も使いますから、まあ、それもちょっとオプションとして考えとってもらった方がいいかなというふうには思っています。それからですね、あ、一つ書いてなかったっけ、あら、書かなかったかな、ちょっと待ってください。よいしょ、あ、書いてないや、ごめんなさい。それでここのですね、オプションのところで一つ飛ばしてましたが、まあ、スピード攻略10日間の国語和歌というのがあります。はい、スピード攻略10日間国語和歌というのがありますので、和歌をですね、やってた方がいいと思います。はい。ということで、まあ、和歌と源氏物語っていうのは、これ、双璧ですから、和歌と源氏物語がですね、本当に古文の冬季講習、直前講習という形で、年末年始は源氏物語と和歌ばっかりやってるっていうのが古文の、まあ、一般的な勉強法だからですね。はい。ということで、スピード攻略10日間国語の和歌というのもありますから、そういうのもですね、ちょっとオプションとして考えておいてくださいね。ということで、今日は最後までありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上です。